生というのはもう滝のその通りなんですね。群青世界というのは何かというと、滝の周りにですね、うっそうと木が生い茂っていますね。これはあの夏の滝を歌った句なんですけどね。で、うっそうと木が茂っている中を大きな夏の滝がとどろくような音を立てて落ちていると。まあそういうことがもうすでに俳句の前に、那智の滝のイメージ、素晴らしい美しいイメージがあって、それを群青世界とどろけりという、まあ、言葉に置き換えてるんですね。ですからまあ意地悪な言い方をすれば、群青世界とどろけりというのは説明である、あるいは解説であると、というようなところがあるわけです。もちろんあのこの水原秋桜詩の句もですね、あの滝落ちて群青世界とどろけり、あの素晴らしい作品なんですが、俳句の作り方としては、俳句以前にある素晴らしいイメージを頑張って言葉に置き換えた俳句であると、まあ、その工夫の後が群青世界という、言葉であったり、とどろけりというですね、ちょっとこう力んだような言葉になっているわけですね。それと比べると滝の上に水現れて落ち逃げり、これはもうあの言葉がそのまま滝になっていると。ですからこの二句の違いというものは、飯島春子にとってはきっとあの決定的な違いだったんだろうなと思います。で、飯島春子の俳論というのは、言葉と俳句との関係を、非常に本質的に語っているわけですけども、まあそういうふうに考えていると実は俳句というのはものすごく難しい詩だということになります。俳句の難しさを最もあの徹底的に語ったのが高柳重臣という俳人です。高柳重臣の書きつつ見る行為という俳論がありまして、その一部を引用したいと思います。そこに生まれてくるのは、書かれるに先立ってもう大部分が決定済みの世界である。言葉に語ることによって、ただ一度だけ初めて出現する世界ではなかった。したがってそれは外観的な大きな差異があったとしても、作者と言葉との関係から眺めるならば、俳壇で普通に写生と呼ばれているものとまず大差はなかった。同様に今も俳壇ではわずか17字の詩小説や17字の言論が存在すると期待している人たちが見られるが、そういう人たちとも基本的には大差がなかったと言うべきだ。言葉は依然として僕たちの節穴のような目が捉えるものよりも一層奥深い何かを喚起することができるようである。僕はある時一つの言葉に出会う。その言葉が僕の目に入った瞬間、その言葉が現に置かれてある前後の言葉と関係なく、その文脈とも無関係に、その言葉の独立した意志の働きのようにもう一つの言葉を浮かび上がらせてきた時に、確かな手応えとして響いてくる。そしてこの後はちょうど17字の分量のコップの中に、すでにある言葉が招いている言葉を次々と流し込むだけである。流し込まれた言葉は次々とあふれ出し、そのコップの中の言葉は少しずつ微妙に変化する。ふと何かが見えたような気がする瞬間がある。僕がその言葉を通して何かを見たと信じ、それを見たことによって何がしかの感動めいた興奮が生まれた時、それは僕の作品として書き留められる。したがってこの作業に加わっているのは俳句形式と、その形式に反応しながら自由に流れていく言葉と、それを書き留めていくわけである。とにかくその言葉が赴くままに、言葉に引っ張られて、俳句が生まれてくるんだと、それを書き留める自分がいる。
社内を歌う時代を歌う現代を歌う、あるいは花鳥式の風物を歌う、まあ花鳥風月もそうですね、あるいは自分の思いを歌うとかね、つまり何を歌うかというようなことを俳人は今考えてきたわけです。ところがですね、三橋敏夫、飯島春子、高柳重臣の俳句館というのは、そもそもその何を歌うかという以前に俳句とは何か、そこから考えてるわけですね。でそうなると